そうそう。ライン待っとくわ。うん、岡山県北から来たまっちゃんです。で、今日は岡山県庁さんで、スイーツビュッフェがあるということなので、はい、来させていただきました。初めてですね。ここからもちょこちょこされとるいう感じですか。こんにちは。こんにちは。カナです。今から迫ってきたんですけど、ちょっとリアクション薄くね。思います。私、めっちゃ久しぶりじゃない。そうですね。1年以上ぐらい。ございます。あ、1年以上。あっちゃん、どんな感じなの？いつもどんな感じなんだろう。なんかいつもは。もうちょっとなんか今お父さんの感じ、もう結構もう今日はね仕事終わりそうな感じなんで、全然何言っとるか。これこっちに回した方がいいってこと？あ、どっち、あの逆になんかこれをいいんだ。おー、すごいすごい。本当に初めましてですね。よく見せてもらっとったんですけど、動画をどう、どう、いろいろ撮った？いろいろ結構岡山市内回らせてもらって。あ、そうなの、はい、頑張ってもらってる、はい、まっちゃんでございます。はい、ありがとうございます。はい、これどうやって向こうに回すんだろう。こう、え、こっち、これ使い方、あ、それで OK っていうことなんで。あ、今ちゃんと喋ってたよ、まっちゃんと。はい、今日はですね、岡山の県庁にあるスイーツビュッフェが、新しくオープンされるということでやってきました。ということでね、はい、明日からオープンということなんですけども、10月の16日、はい、オープンで1時半から6時まで、なんか、はい、時間無制限で食べ放題という。じゃあ何食べたい？やっぱり岡山県産なんかね、この書いてるマスカットとか食べてみたいなっていう感じですね。わかるわかる、このマスカット美味しそうよね、すごい。普段は食堂として営業してたっていうことなんですけど、はい、食堂に加えてその後にスイーツの食べ放題っていうのが今回新しくオープンするっていうことで、これがまあ普段の食堂メニューになります。結構種類多いですね、食堂のメニューもね、うん、確かに定食とかラーメンとかもね、丼もあるし、地産地消定食っていうのもあるし、何が地産地消、いいですよね。瀬戸の刺身、お、瀬戸の煮魚、備前のお肉とか、なんか結構晴れの国御膳ってちょっと気になるくらいなかった。気になる、うん、どんなのがいいのかなって話、うん、感じがありますね。美味しそう。ちょっとじゃあボリュームのお客様はですね、この端末タブレットからスイーツビュッフェを選んでもらって、食券機から食券を買うっていうシステムになっているみたいなので、こちらをねタッチしてもらって、こうスイーツビュッフェを選んで、スイーツを食べてください。そうですね、すごい多いですよね。シャインマスカットのサンド、これをいただこうと思います。こちらだけ今あれだ、ハロウィンでね、かぼちゃの時期、美味しそう。ちょっといただいてみよう。どうぞ、ごめんなさい。大丈夫ですか？全部食べるっしょ。やっぱ女性は違う、落としてしもうたし、ね、あとこれもね、フィナンシェ。梨とリンゴっぽい。よろしく、はい、お、いいじゃん。今さっきの人たちもどのくらい行きます、このくらいしてもうちょっと、そうしよう、一回じゃ置いて、はい、危ない。では、はい、いただきたいと思います。いただきます、はい、いただきます。一回やりましたね。おいしい。
感もちょうどいい感じで食べやすいですよね。なんかいろんな種類が食べれるぐらいのサイズですよね。めっちゃ美味しいんだけど、あっさりしたリンゴジュースって感じですよ。なんかリンゴ 100% とはまた違ったような感じの飲みやすい。私のブドウのやつも飲んでみよう、これ美味しい。まっちゃんがめっちゃ頑張ってついてくれたやつ。あ、はい、よかった。シュークリーム。私は次フルーツポンチ食べる。美味しい。なんか甘さもあっさりですよね。あの、あとマリーゼレーゼ、このリンゴのやつはすごい美味しかったから、リンゴのやつもらって、と栗のロールケーキをいただきます。2個も取っちゃった。手がつい、ね、で、これでちょっと最後はね、やっぱあのドリンクを、あの僕ちょっと甘みがないもので今回行きたいなと思ってて、こういう紅茶、紅茶でいきます。最後やっぱ紅茶でね、ティータイムを楽しむという。じゃあいきましょうか。ごちそうさまでした。めっちゃめちゃ美味しかったです、うん、なんか普段食べることのないようなスイーツが、うん、ね、そうですね、はい、あで自家製なんですか。カスタードも食堂で作って、それで作ってるんです、そうなんだ、はい、全部自家製っていうか、ここで自家製で作ってるものと、あの市内のケーキ屋さんにお願いしてるやつがあるんです。パートナーシップでさせてもらってて、はいはい、市内のリーブリバーズさんというケーキ屋さんで、あの岡山さんの例えばかぼちゃとか芋を使った、あ、なるほど、かぼちゃもめちゃめちゃ美味しかったケーキだったりとか、マカロンとか、マカロンも美味しかった、小さいマカロン、そうです、あの辺も食べやすいし、はい、お願いして、そうなんだ。なんでスイーツフェスタをしようと思ったんですか。もともと野菜とかを農家さんから買わせてもらったりとか、あとその時に余剰野菜とか、例えばちょっと傷もんでスーパーで売れない野菜とかあるじゃないですか、ああいったものを安く買ったりいただいたりっていうのを前からやってたんですよ、はいはい、でその中で今フルーツ農家さんともいろいろつながりがあって、スーパーでは売れない、でも、はい、でも甘さと糖度とかが全然変わらないやつフルーツがいっぱいあって、あ、今回のシャインマスカットはそうなんですけど、通常のものよりはちょっとこう身のつき方にばらつきがあったりとか、傷があったりとかで、傷があったり形があっていうのが売れなかった。商品価値がマスカットとしての商品価値がなくなっちゃうんだけど、はい、甘さの糖度は全く一緒なんですよ。なのでそれをうちの方で手間を一手間加えて、商品に付加価値をつけて、お出しするっていうのがアップサイクルっていうんですけど、今回はアップサイクル、ここに書いてあるアップサイクルっていうところで、アップフルーツフェスタって名前で、そういった岡山のフルーツを使って販売をしていって皆さんに食べていただこうっていう趣旨。じゃあもったいないね、捨てちゃったりとかしたらもったいないけれども、 そうですね、それをまあ美味しいと思ってもらって、みんなに食べていただけるようにっていうサイクルを作ってるフェスタ。そうです。この期間がもし終わってしまった、この今後っていうのはまた何かやってるんですか。そうですね、この期間の間にしっかり岡山のフルーツを使っていきながらという関係性をうちもしっかり作っていきたいのと、はいはい、お客様に食堂が一般の方でも行けるよとか、気軽に行けてゆっくりとした時間を過ごせるよというところを認知していただきたいなと思っています。ね、これをきっかけに食堂の利用者さんが増えるかもしれない、はいはい、で岡山の果物といったらシャインマスカット、ピオーネと、あとは桃だと思うんですよ、はいはい、桃の時期はもう今年は終わってるんですけど、来年の桃の時期には、はい、今回のこのマスカットの客以上にもっと大きなイベントをできたと思ってますので、楽しみ、引き続きイベントが継続的にやっていけるように努力していきたいと思います。はい、じゃあ今日ねたくさん食べたのもっと、はい、初めて、そう、しかも初めて会って一緒にたくさん食べることができました、はい、どうだったまっちゃん。やっぱいろんな種類のフルーツもあったんで楽しかったですよね、うん、楽しかった。まっちゃんいっぱい取ってくれたし、私のフルーツ。いやいや、そんなことない。で、ここ県庁なんですよ、岡山の、うん、ね、
で、あの入り口が私最初どこか分からなかったんですけど、こう店長こう表入ってきて、この私たちが今いるここの階段の下に降りていただいたら食堂があって、そこでこのフルーツフェスタっていうのを開催されておりますので、では、まあ、1日あれですね、明日10月16日だったんですけど、1日早い10月15日に潜入させていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。とっても美味しかったです、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。